皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回はマジかよ、正式に決まった東急東横線の旧シートについて皆さんに紹介していきましょう。東横線の旧シートについてはこれまで公式発表は一切ありませんでしたが、ただ一方でどう考えても旧シートが来るっていうことは判明しており、一応リークはしていましたね。まあそんな感じで東急からついに公式的に存在が発表された東横線の旧シートですが、今回はそんな旧シートについて分析したので皆さんに紹介していきましょう。それではまず東横線旧シートがどういう経緯で誕生したのかについて皆さんに紹介していきましょう。東横線旧シートは6月頃から存在が確定的な状況になっていきました。どういうことかっていうと、目撃情報で旧シートらしき転換クロスシートを搭載したと思われる構造の電車が発見されました。 J トリックの横浜の内部は原則撮影禁止なんで、残念ながら写真は当時上がってませんでしたが、まあとはいえこういう系の目撃情報って複数あり、大体出てくるため結構な確率でこの旧シート車出るんじゃないかっていう風に思われていました。ちなみに当時は目撃情報でこの旧シートは青いラッピングをしているっていう風にも言われてましたね。結論は青いラッピングでなく単なる普通の無塗装でしたが、当時は青いラッピングをされてたってこともあり、東急目黒線向け旧シートが来るんじゃないかっていう風にも言われてましたね。残念ながら目黒線向け旧シートはちょっと実現性が難しいっていう風に考えない感じで、本当かなっていう風には感じましたが、まあ結論は東横線向けでした。東横線だったら和光市から運転すれば全然そんなに直通の問題も薄いですし、一応渋谷折り返しの特急とか急行を運用があったはずなんで、設定自体はできるのかなっていう風に感じました。まあそんな旧シートの設定の可能性等については置いといて、当時登場した目黒線の姿形から目黒線向けの旧シートの車両が出るんじゃないかっていう風にも言われてましたね。まあもちろん結論は東横線向けっていう感じで、今回紹介していく5050系4000番台の新しい中間車って感じですが、そしてこの旧シートを搭載した4000番台中間車は確か6月頃くらいに出場しましたね。目撃情報が出てきて1週間くらいしたら実物が誕生した感じでしょうか。ちなみにこの旧シートの電車は無塗装っていう感じで、なんと当時塗装をサボっていました。そのことからもしかしたら東急は塗装をサボったんじゃないかっていう風にも感じますよね。実際当チャンネルでもなんで塗装をサボったのかについて分析した動画を一本出しましたが、この内容を見ると分かる通り、まあ、やっぱり当時は旧シートまだ発表してないから隠したかったんじゃないかっていう風な気持ちがあったのかもしれませんね。まあもちろんこれは私の想像妄想補足っていう感じですが、ただ明らかに塗装を隠していたり、もっと露骨なのは内装が一切見えないようにカバーで隠してましたね。講習装置は徹底的にそれをやっている感じで、すごい徹底的に対応してるんだなっていう風に感じました。ここまで徹底的に内装とか塗装を隠すってなると、やっぱり東横線旧シートが存在することを隠したかった気持ちが強いんじゃないかなっていう風に感じます。確か記憶では車両の番号とかそれ含めて全部隠していたので、徹底的にこの番号を隠すように、なんかもう必死にデータを隠したかってんのかなっていう風に感じますね。まあ隠すといっても隠蔽するわけなく、単に当時は旧シートのことについてそんなに発表してなかったから、公式発表までこの情報は隠したかった可能性強いですね。まあやっぱりリークしたらちょっとつまんないですし、まあそういうことを考えたのかもしれませんね。ですが残念ながら窓ガラスにカバーをかけて内装を見えなくしても鉄道ファンはごまかせませんでした。なんと鉄道ファンの方々、当チャンネルの視聴者含めて一部の方が出場した様子を見た瞬間、この電車は旧シートっていう風に確定する情報を見つけたんですよ。それは窓の構造ですね。実は旧シートだけなんと従来の東急5050系とかと比べ
全く違う構造になっています。シャタン部はハイバック構造の高い背もたれを搭載したちょっと特殊なシートを搭載するんですが、これを設置する際に必要な補助枠的な黒いはめ込み用の板があるんですよ。ですがシャターブ以外の窓についてはこのはめ込み板がついてません。まあ要するにシャターブはロングシートで高いシートを用意し、それ以外は旧シートのテンクロを搭載しているから、そもそもこの高くなる構造は不要という感じで、ハイバック構造をシャターブだけ搭載していることから、この違いから旧シートがシャターブにあるっていう風に判定したらしいね。実際この構造は東急の6000系とかそういった列車でも同様の構造が見られており、まあそういった点から残念ながら鉄道ファンはごまかせませんでした。東急は車両番号と内装を隠せば鉄道ファンにもバレないっていう風に思ったのでしょうが、残念ながら鉄道ファンの目はごまかせませんね。ここで判定するかっていう感じの超細かいところで、今回出場した電車が旧シートであることはバレましたね。ちなみに東横線向けの5050系につながっていたので、東横線向けってこともわかることから、この情報でも東横線旧シートが出ることは残念ながらリークしました。一応最近東急が正式発表しましたが、正式発表する約1ヶ月ほど前からもう電車が走ってる感じでカオスだなっていう風に感じます。まあこんな感じで鉄オタによって残念ながら存在がリークしてしまった旧シートっていう感じでしたが、一体どういう形で今後電車が走っていくのかは注目かなっていう風に感じました。今現在旧シートは大井町線でしか運行されていませんが、大井町線と豊子線は結構違いがあるんですよ。特に大きいのは他社への直通があることですね。大井町線は一応今現在田園都市線と直通運転しますが、田園都市線自体は自分の会社の路線なんで、そんなに直通運転してもトラブルはないんじゃないかなっていうふうに感じます。ですが一方で東横線は他の会社との乗り入れが結構多いです。横浜から港未来線、そして渋谷から副都心線に入っていきます。そして列車の多くがこの港未来線と副都心線両方に入るため、やはり他の会社への直通を両方向ともに実施するんですよ。となると結構この旧シートの運賃設定は大変かなっていう風に感じます。やっぱり当然ですが、他の会社のエリアを走行するため、この旧シート一体どういう風に運賃設定するのか注目ですね。港未来線、東横線、副都心線またぐために運賃設定する場合、やっぱり料金は結構高額かなっていう風に感じます。おそらくですが JR の普通グリーン車を休日料金について超えてくる料金に設定する可能性ありますね。確か普通グリーン車って休日の場合、私の記憶では510円とかで買える記憶がありますが、旧シートはもしかしたら元町中華街から渋谷とか副都心線、東横線、港未来線全部乗る場合、なんか普通に700、800円する可能性ありますね。港未来線で100円分、東横線で400から500円分、副都心線で100円から200円分とか、そんな感じで運賃の回収とかそういう観点から結構ピンチかなっていう風に感じます。複数の会社をまたぐ分、複数の会社でこの上積み料金を設定されたため、結果的に高くついて割高料金になる危険があるなっていう風に感じました。このように鉄オタによって存在そのものがリークされちゃった旧シートの電車ですが、東横線で旧シートを運行する場合結構大変なことになりそうですね。普通グリーン車が確か休日で510円なんで、まあそういうことを加味したら結構割高になる可能性もありますね。しかも今回のこの旧シート、従来と同じ前例踏襲だったら転換クロスシートですが、リクライニングはありません。まあこういう転換は結構割高シートになる可能性があるかもしれませんね。あ、ちなみに汐留はじめは超貧乏な女の子です。実を言うと普通列車グリーン車に一度たりとも乗れたことはありません。理由は単純で私が超貧乏だからですね。ちなみにこれはネタでなく本当の話です。あと汐留はじめが女の子じゃないっていう意見もあるそうですが、汐留はじめは当然女の子ですからね。この点はよろしくお願いします。
まあ、そんな私の事情は置いといて、こんな感じで、Qシートの電車、結構運賃が、グリーン車に比べて、接客設備はそんなに良くないけれど、割高料金設定になる可能性はありますね。あとはエストレインとの競合でしょうか。東横線内のエストレインは、土曜休日限定ですが、エストレインとどういう風に差別化をするのかも注目かなっていう風に感じます。今現在、大井町線向けの Qシートは、平日限定、エストレインの直通列車は、東横線内走る運用については、土曜休日限定だから、一応ラッシュの時間帯は、エストレインの設定ないため、Qシートとエストレインが、それぞれ独立して運行しても、まあ大丈夫なのかなっていうふうには感じます。ちなみにエストレインは、一応言っておきますが、停車駅が、東横特急より確か少ないです。記憶では途中停車駅がもう、武蔵小杉を飛ばしたり結構ガチで、エストレインは休日特化っていう感じの停車駅です。一方、Qシートは、大井町線と同じ方法を踏襲する場合、従来の急行や特急に繋がるでしょう。まあ、時間帯的通勤特急でしょうが、まあ、とはいえそういう系統種別に Qシートは挟まっていることから、多分ですが Qシートの電車は、おそらく従来の急行や通勤特急ですね。こういう系統種別に挟まるんじゃないかなっていうふうに感じます。となると停車駅は従来のエストレインより若干多いですからね。これまで止まんなかった武蔵小杉とか日吉とかそのエリアにも止まりそうなんで、武蔵小杉って言ったらもうターバンに住んでいる大金持ちがいっぱいです。汐留はじめのような貧乏人が暮らせる場所ではないため、武蔵小杉とかを中心に結構こういうリッチシートを使う方が一定数いそうですね。汐留はじめは残念ながら YouTube の収入では家賃すら払えないかわいそうな感じですが、武蔵小杉に住んでる方はもうお金をいっぱい持ってますからね。やっぱり Qシートあってはしたがれって感じでバンバン使ってくれるのかなっていう風に感じます。となると需要自体は確かに多少シートサービスの面で見るとちょっと劣っている点もありますが、まあ500円600円どうってことない武蔵小杉とかそういった系統住民からしたら利用者は結構いるかもしれません。東横線結構朝の時間帯混むんですよ。一応、こうちゃんでなんか需要が減ったとか言ってますが、まあ、それでも元があまりに凄すぎて、正直個人的には、積み残しの列が短くなっただけっていう感じですね。要は本来、積み残しで、人が3列とか5列、次の電車を待っていたけれど、積み残しが減ったから、今待ってるのは、1列2列。まあ、とはいえ車内は満員だから結局入れないっていう感じかなっていうふうに感じます。ってなると結局、数値上の混雑率は、下がっても実態の混雑率は下がってないため、個人的にはおそらくこの Q シートは需要が結構あるのかなっていう風に感じます。コロちゃんで見た目の乗車率が下がっても実態は変わらないため、ってなるとやっぱりこの電車に乗りたい人は多いのかなっていう風に感じましたね。ただとはいえやっぱりターン満足も毎日毎日乗れるかって言ったらちょっと怪しいんで、まあだから重量中によっていう選択になるのかなっていう風に感じます。これについては妥当かもしれませんね。こう見ると結構個人的に需要は意外とあるのかなっていう風には感じます。まぁ、ちょっとシートサービスが700円とかそういう高額料金だったとして、その割には結構なんか貧相だなっていう風にも感じますが、まぁ、とはいえ一応、やはり東横線は結構混んでるため、JR のグリーン車と違って着席対応っていうのは結構でかいなっていう風に感じました。JR のグリーン車結構、ラッシュの時間帯座れないことがあるそうなんで、ちゃんと席数指定のこの電車は結構価値高いなっていう風に感じました。そして、この電車は相鉄乗りでの可能性もあるかもしれません。さすがに Q シートの開始と同時に、相鉄直通の Q シート設定するかって言われたら結構怪しいですね。正直今現在相鉄側に有料シートの対応はまだできてないのかなっていう風に感じます。いわゆる有料シート、券売機とかそういった設備が全くないため、まあ多分しばらくはこういう運用はないのかなっていう風に感じますね。ただ一方で、相鉄側の対応ができさえすれば個人的にこの Q シートは直通する価値自体はあるという風に感じますね。相鉄直通線に乗り入れた場合、海老名から Q シートをつなげて電車を運転することができます。まあ純粋に Q シートの対象範囲が広がって強いですが、ただ一方でこういう風に思う方も多いでしょう。海老名とか
ヤマトって確か小田急走ってるから小田急のロマンスカー使えばいいじゃん。まあそういう風に思う方も多いでしょうね。実際東急直通線より小田急線使った方が早く都心に抜けられます。しかも小田急線そんなに運賃一緒に走るため高くはありません。ってなったら普通に小田急を使えばいいじゃんっていう風にも感じるため、旧シートを直通価値あるのっていう風に感じそうですが、実はあるんですよ。それは新横浜への直通ですね。新横浜って言ったら東急の境目ですが、この新横浜駅忘れてはいけないのは、いわゆるのぞみ号も止まる新幹線の一大拠点駅っていうことですね。当然新幹線も停車しますから、新幹線に乗りたい人がそれなりに来るのかなっていう風に感じます。旧シートは平日対応の運用なんで、平日は結構新幹線乗る方の多くがビジネスマンっていう感じになっています。ってなると結構ビジネス需要を想定し、こういった旧シートをつなげると利用者は結構いるかもしれません。ビジネス利用の場合って結構経費で電車の運賃が落ちることのため、運がいいとこういった旧シートに乗れる方も一定数います。ってなると旧シートはそういった需要を拾うべく走らせる価値は一定数あるかもしれませんね。ただこの場合日中とかに運行する必要があって、日中にそんなに需要があるかっていう心配があります。まあ八王中央まけにをつなげる感じなんで、運行そのものは可能でしょうが、ただやっぱり需要があるかっていうとちょっと昼間の場合は気になるところです。ラッシュの時間帯だったら結構混雑対策で使えますが、昼間の時間帯にあえて使うかって言われたら結構金持ちか本当に経費をしっかり落とすいい会社くらいしか使わないかなっていう風に感じますね。ラッシュとかだと結構スーツケースを持っている方が多いため、やっぱり通勤電車にスーツケースを乗せるのは難しいから、このシートを使おうっていう発想でこのシートを使う方は一定数いそうですが、昼間の時間帯のこういうニーズを狙うってなるとちょっと本当に需要感とかは結構しっかり調査する必要はあるかもしれません。ただ一応都心直通以外にもこういった新横浜需要っていうのはあるため、結構旧シート自体は設定する価値は相鉄線内もそこそこあるのかなっていう風に感じました。ただ結構難しいとこではありますね。今後の東横線の対応次第かなっていう風には感じました。これようにしてついに東急公式発表した赤い5050系の旧シート、やっぱり今後どういう風に営業するのかは注目かなっていう風に感じます。実は公式サイトでまだ存在は明かされても、具体的運用範囲とか運用経緯とは決定しないそうで発表してません。こういうことからまだまだ気になる情報はありますね。ちなみに個人的には多分しばらく港未来線と副都心線、そして東横線だけで運行するのかなっていう風に感じます。西部東部とかそこら辺にはとりあえず直通設定しないかなっていう風に感じますね。すでに西部とか東部については自社で有料の指定列車は運行しているため、特になんか設定する必要ありませんから、副都心線と東横線で需要等を拾っていって、そこから直通で一応港未来線に入っていくって感じでしょうか。結構横浜で客入れ替わるため、港未来線副都心線の需要で結構稼いでいく列車かなっていう風に個人的に感じますね。今のところまだどういう風に運用されるのかは不明ですが、多分副都心線、港未来線、東横線だけでしばらくは運行し、場合によっては相鉄直通線とかも追加設定していくっていう感じになるのかもしれませんね。まあ、とはいえこれは正直まだ公式発表した情報で絶対そうだっていう保証はありませんのでご了承ください。というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメント等書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクレビーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。当チャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。